1.7インチの大画面。これは見やすいぞ北のロッキーチャンネルどうもロッキーでございます。えっ、ー、と、本日はグレインさんのスマートウォッチ2023。こちらを、えー、と紹介させていただきたいと思います。で、あの、早速、えっ、ー、と、こちらでございますけれども、えっ、ー、と、こちらになります。ババン。はい。グレインさんの、えー、とスマートウォッチ2023でございますけれども、 はい、大変かっこいいあのもう待ち受け画面でしょねはいでこちらになりますでえー、っとあのこちらでございますけれどもあのー、従来のまああのよくあるスマートウォッチではありますけれどもあのー、アレクサがね対応してたりまたあとはあのー、専用アプリを使って体調管理とかまああとはあのー、うんと。 電話をかけたりとか、アラームとか、あのー、いろんなあのー、機能が使えますんで、ちょっとこれはまずあのー、内容物からちょっと見ていきましょう。はい、どうまずあの、内容物の紹介でございます。まずあの、外箱を開けましたら、えっ、ー、と、あのー、本体が、本体がありまして、で、それで充電ケーブルがあります。そして、あのー、やっぱりあの、日本語のね、このマニュアルが本当にあの、とても、 親切でありがたいです、これ。なんで、皆さんぜひ、あの、これ、あの、説明書を非常に読みやすいんで、あの、結構ね、あの、中華製のスマートボットとかだと、説明書読みづらかったりするんだけど、非常に、あの、もう、一発で見てわかりやすい感じなんで、ぜひ、あの、これ、皆さん見て、えっ、ー、と、一発で多分わかると思います。じゃあ、早速使ってみましょうか。はい、どんじゃあ、まず実際使っていきましょう。 まずあの、本体の横に、これ多機能ボタンっていうのがこれあります。これ押すと、えっと、待ち受け画面になります。こっから、下から上にスワイプすると、こういうふうにボタンがあります。まず左上から、えっと、お休みモード。そして右、右上が、これあの、持ち上げ、テント、あの、持ち上げテントってやつですね。こう、手をこう、パーッとやると、こう、あの、映るっていう。で、あとは、 このあの、照明。明るさですね。明るさが全部で5段階ありますけれども、今撮影の都合上二2にします。で、次にね、あの、やっぱこの機能嬉しい。これ。スマホを探す機能。これ。ずーツブーブーって言うじゃないですか。スマホが目の前から無くなった時に、こいつを押せば、 お知らせしててくれっていうこれは便利ですよねはいで次はアラームそしてまたこれ懐中電灯がねこれねすんごい明るさで照らしてくれるんであの例えばあの夜車の乗り降りとかあのそういう時非常に便利だと思いますはいでであとは水漏れもしあの水がちょっとねかかっちゃったりした時にこれを押すと水を抜いてくれたりとか あの、そういった、あの、機能ですね。で、あとは、右下になれば、えっ、ー、と、各種、えっ、ー、と、詳しい設定が、こちら、できます。文字盤変更したりね。で、あのー、この、あのー、スマートウォッチ2023なんだけども、えっ、ー、と、あの、様々なアプリケーションの通知に対応しまして、今ちょっとこれ、出しますけど、ハイドン。これだけのね、通知、 に対応してるんですよ。SNS とかね。なんで、あの、結構今、あの、いろんな SNS 見る方がいらっしゃると思うんで、そういった面でも、あの、非常に使い勝手がいいんではないかと思います。で、またこの1.7ね、この1.7インチの、このね、大きさがね、いいじゃないですか、これ。で、あと文字盤ももちろん、あの、いろんな文字盤選べるんで、そういった面でもいいと思います。 皆さんこれちょっとあの検討してみてはいかがでしょうかまとめに入ります。いや、皆さんいかがだったでしょうかえー、っと、スマートウォッチ2023でございましたけれども、あのー、まあ、あの、スマートウォッチとして大前提としてね、あのー、まあ、スマートフォンと連携をして通知が来たり、で、発話をしたりっていう、そういう機能はもちろんあるんだけれども、 あの、音声認識機能のアレ,アレクサに対応してたりとか、あとは、あの、かなり多くの、あの、アプリケーションの通知に対応してる点。そして、1.7インチの、えっ、ー、と、この、えー、大画面ですね。この大画面。このね、3つで、今の概要欄に、えっ、ー、と、販売ページ、URL 載せておきますけれども、この価格帯ではね、なかなかちょっとこれが実現ができないのではないのかなって、そんな風に思ってます。 なんであの、スマートウォッチ、ちょっとデビューしたいな。でもちょっとあの、なんかあの、ね、スマートウォッチも結構2万、3万、4万、5万ってあるんだけれども、気軽にちょっとスマートウォッチ、ね、お手頃値段でデビューしてみたいなって方には非常にいい商品ではないかと思いました。というわけでございまして、こちら、えっと、グリーンさんのスマートウォッチ2023でございました。皆さん、 気になった方は概要欄見てくださいロッキーでございましたしたっけキータのロッキーチャンネル